どうも、今朝の私のね、ライブ動画を見ての感想の方ありがとうございます。そうですね、私今冷静になって見てみたらですね、これ別の方が語られてるんですね。これ誤解してましたね。だからこういう風な思い違いというのは人にはありますんで、思い違いをもとに私みたいにこう勘違いをもとに評論したものには、それほど意味がないのかなと思いますし、多分ね、世の中には思い込みとか、知りすぎ知らなすぎによる、要するにいろんな人の意見があるんですよね。でそれぞれ別の角度から別の景色を見てますんで、話の噛み合わないところもあるのかなってことですよね。実はね、私が今朝お伝えしたかった趣旨もそういうことなんですよ。やっぱりお金の苦労がないところで育ってきた人と、本当にお金の苦労ばかりしてきた人が育ってきた人とが30代40代でパッと出会うとね、やっぱり大きなギャップに学び合うこともあったり反駁し合うこともあるんだろうなってことなんですよね。はい、佐野さんご指摘ありがとうございます。で、河合安里さんとか河合克行さんのことですけども、どうなんですかね、実際に政治家をやらないとわからないところかと思いますけども、多少のそのあれはね、ありますね、袖の下は。今でも昔ながらのほら、桔梗屋さんがお殿様に黄金色のお菓子をお持ちするようなことがありますけども、これはね、今でもなんか常態化していて、お互いにやってるから言えないとかね、お金を受け取った方も受け取ってるから買収にかかってに言えないとかがあるのかなとかね、それとも本当にお芝居のようにやってるのかもしれませんしね。で、私たちは見たもの、聞いたもの、感じたこと、それが全て自分の思い込みとか誤解とか、時にはね、こうあってほしいという個人的な願望からそのように継ぎはぎだらけのストーリーをね、構築してしまう、そういうふうな性質もあるのかなと思いましたね。ね、いずれにしても私たちは自分の言ったこととか感じたことにたまにね、山田君、違うんじゃないかなというふうに自己否定を挟みながら話したりすること、そして、今回みたいにご指摘を受けたら、なるほど、そういうことか、確かにそうだったかもしれないなっていうふうに自分がね、間違ったことを認めたくないから、いやいやそんなことないよっていうふうに頑固になるんじゃなくて、なるほど、教えてもらってよかった、早めに軌道修正できたっていうふうに感じる素直な気持ちが必要なのかなと思いましたね。よいしょ、今ねパパが喋り始めるとワン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 言い出すねおかげさまで今日もね、元気です。元気？わあ。はい、ではメッセージありがとうございました。